よお前ら、俺様だ。今日も熱帯魚がボーボー燃えてますね。はい、ここはね、旭川ですね。はい、北海道旅行5日目ですね。今日はね、北見まで行こうと思います。はい。ね、では、それでは行ってきます。はい、旭川駅前のね、イオンモールですね。はい、ここのね、地面がなんか地盤や色がかってますね。展示ブロックはおしっこ量ですね。じゃあね、駅に行きましょう。はい、駅のね、反対側からのね、風景です。とってもね、エクセレントな景色ですね。はい、ね、川が流れてますね。ジバニャンの腹巻き思いっきりね、ポイって投げ捨てたいですね。ここは中別川っていう川だそうですね。チュックペっていうなんか発音だそうですね。アイヌ語地名表示板だそうです。はい、ね、あそこのなんかね、鉄塔がジバニャン色とウィスパー色もしくはコマサン色のコラボレーションですね。雲もウィスパー色もしくはコマサン色ですね。はい、この辺はね、なんかね、草原になってますね。こんやろめ、こんやろめ。はい、じゃあね、駅に戻りましょう。はい、じゃあね、5日目、この券を使います。はい、じゃあ行きましょう。はい、じゃあね、このね、7時発の上川駅にね、乗ろうと思います。はい、なんか綺麗なね、絵の電車ですね。はい。はい、上川駅にね、着きました。ここでね、1時間ぐらいね、次の電車を待ちます。はい。はい、駅前のね、風景ですね。はい、ね、のどかな感じですね。と、のどかだからね、俺様ちょっと喉が渇いてきましたね。はい、ここはね、上川町っていうとこですね。はい、展示ブロックがおしっこ色です。で、そこのね、郵便ポストがジバニャン色ですね。どっちかって言ったらこれジバニャン色っていうよりはジャイアン色ですかね。はい、スキージャンプのね、高梨沙羅選手をね、祝福してますね。はい、上川駅ですね。花がね、咲いてますね。ジバニャン色とウィスパー色もしくはコマサン色の花と、あとなんかピンクだか紫だか、そんな感じのね、感じの色ですね。おばさんのファンデーションの色みたいな感じですね。はい、こっちもね、同じ花が咲いてますね。はい。はい、でね、次の電車がね、普通電車がね、もう今8時半ぐらいなんですけど、次の電車がね、もう午後なんですよ。1時とか、1時過ぎとかね、なんかそんな時間なんでね、それをね、さすがにここでね、時間潰すのはね、無理なんでね、特急券買いました。ね、俺様はね、北海道東日本パスでね、ずっと来てるんですけど、北海道東日本パスはね、その特急に乗る場合には、その乗車券として使えないんでね、別途乗車券を買いました。上川からね、これ、東ガルって読んだら、これ、エンガルって言うんだって、なんか、駅員に言われましたね。はい、東ガルじゃなくて、エンガルまで、乗車券1640円で、特急券が1130円ですね、合わせて2770円ですね。はい、高いですね。はい、じゃあね、このね、特急でね、エンガルってとこまでね、行きます。はい、席はいっぱい空いてますね。エンガルにね、着きました。ここでね、一回降りようと思います。はい。はい。エンガル駅をね、降りました。ここでね、3時間ぐらいね、待つんでね、まあ適当になんか食べたりしてね、時間を潰そうと思います。展示ブロックはね、おしっこ色ですね。で、この装置はね、うんこ色ですね。はい、とってもね、エクセレントなね、風景ですね。そう、太陽もね、ボーボー燃えていてね。はい、ね、手作りハムだそうです。このね、花がね、ジャイアン色で、展示ブロックがおしっこ色ですね。ね、昼はね、このね、ジバニャン色の山岡屋でね、ラーメンを食べましょう。はい。じゃあね、このね、網走行きの電車に乗りましょう。ね、網走刑務所に行きましょう。まあ、刑務所には行かないけどね。はい、お前らもね、捕まって刑務所に行かないように気をつけましょう。はい、一回ね、北見駅で降りました。はい、太陽がね、ボーボー燃えてます。はい、あそこのね、パラボのね、看板がジバニャン色ですね。はい、なんか途中ね、すごい森の中をね、1時間以上走ってきたんですけどね、なんかこれどこに着くことやらと思ったんですけど、北見はね、結構なね、都会ですね。はい。ね、なんか、周辺のご案内とかがあって、まあ、北見っていうのは、この辺ですね、もう本当にオホーツク海の方ですね。もうジバニャンの腹巻きをね、こっちの方にポイってね、投げ捨てたいですけどね、現在地はここですね、このジバニャン色の四角で書いてありますね。はい。まあなんか、それなりの街みたいですね。はい。はい、なんかね、こっちはね、工事してるみたいですね。はい。で、危ないぞ、立ち入り禁止って、ジバニャン用で書いてありますね。ジバニャンがね、にゃん、帰っちゃいけないにゃんって言ってますね。はい。
もうね、ちょっと電車の時間がね、そんなにないんでね、もう駅に戻ろうと思います。はい。ね、展示ブロックはおしっこ用ですね。あとね、駅の売店にね、このつむラーメンとかいうのがね、売ってたんでね、思わず買っちゃいました。はい、知床シャリにね、着きました。ね、今日はね、ここのね、ホテルでね、泊まろうと思います。はい、ね、改札口に向かいましょう。改札口の看板がね、おしっこ用ですね。はい、ようこそ知床シャリへ。はい、ね、俺様ね、知床シャリにいらっしゃいました。はい、はい、このね、階段の縁が地盤屋のですね。はい、今日はね、ここのね、シャリセントラルホテルにね、宿泊しようと思います。はい、ブー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 ブ